降り下がりのある引き算、これを筆算でやってみました。それじゃあそれを使ってこの文章題をやってみたいと思います。50円持っています。34円の飴を買うとおつりはいくらになるでしょう。これどう考えたらいいやろね。50円お小遣い持っていて34円ですって飴言われて50円払ったら お釣りいくらになる？これ式にすると引き算になるよね。お釣りはって聞かれているってことは残りはって聞かれていることなので、50円ありました。34円使えました。残りはなので引き算です。これちょっとやっぱり繰り下がりがあって難しいので筆算でやってみます。 50-34はね0-41のくらいできないので1を貸してくださいよとそしたらこっちは4になるよね10-4で6です10の位は4になっているから4-3で1やね答えは16ですお釣りは16円になりました までもこういう問題をやった時さっきの繰り下がりのある筆算とかやった時ちょっと合ってるかなって思わへん難しい計算になるとこれ合ってるんかなって思うよねそういう時には引き算の確かめっていうのをすることができるんですまあ答え合ってるかなって確かめる方法があるんやねこの16円合ってるんかなと。 えどういうふうに考えたらいいかどういうふうにしたらいいかって言うと50円持ってて34円のあを買いましたお釣りを16円もらったんちゃうかなって計算したんやねそしたらこの買ったもののお金とお釣りを合わせたらいくらになる ?34 円あ買って払ったお金と 払ったお金とお釣りを合わせたら絶対50円になるはずやんな。じゃないとおかしいよね。お店の人がお釣り間違ったんちゃうかってことになるよね。50円になるはずやんな。それじゃあこれを確かめてみよう。34と16を足してみたいと思います。これもちょっと筆算でやろうか。2桁やし。 34たす16は1の位から4たす6で10やね1繰り上がったそしたら3たす1で44に繰り上がった1足して50やっぱり50になったよね元の数に戻るよね当たり前やな50円持ってお金払ってお釣りもらったんやったら払った分と お釣り合わせたらら元のおお金にならないおかしいやんな。こういうふうにして実は引き算っていうのは確かめができるんです。引き算にはこういう確かめの決まりがあります。引き算では引いた数と答えを足すと元の数になるという決まりがあるんです。引き算の確かめの決まり。引き算では 引いた数数ととえを足すと元の数になるさっき引いた数と答えを足したら元の数になったよね。こういうふうにして答えを確かめることが合っているかなって確かめることができるんです。これでみんなもちょっと不安な時は確かめをしたらいいよね。それじゃあちょっと練習です。これをやってみましょう。 今2つの引き算の式があるんやけどちらだょっと計算の問題をやっていたんやけどこの2つ合っているかな確かめてみたいなと思いましたちっているのはどちらでしょう。やってみましょう引き算の確かめをするとき合ってるかなこの答え合っているかなっていうときは 引いた数と引いた数と答えを足すと元の数になる。引いた数と答えを足すとこの数になったら合っているってことやねな。ならんかったら間違ってるってことです。なので18と15を足す。これもちょっと筆算でやった方がよさそうやね。なるべく大きく書きましょう。 ぐぐちゃぐちゃゃなならないようにますそうすると 8+5 で13やね1繰り上がった 1+1 にまた1足して3333 33になったね引いた数と答えを足して元の数になっていますってことはこの15はあっ合っているなこういうふうに確かめることができるんですそしたらこっちもやってみようか しして49になりました。これは合ってますか。これを確かめるときは引いた数と答えを足すと元の数になるつまり55足す49をして94になったら合っているってことやねどうかな合ってるかなやってみようか。 五たす四十九一の位から五たす九で十四やね一繰り上がった五たす四また五たす四です五たす四で九この九にまた一足すからあらこれめっちゃ大きくなったね九に一足してこれは十四じゃないよね百四やね百四になりました あれおかしいよね。これは94になっていないのでこれは間違ってるっていうふうに確認することができるんです。これ間違っているのはもう一回ちょっと計算してみようと確認することが確かめすることができます。ちなみにこれの答えは39やね正しいのは。この人繰り下がりで間違えたんちゃうかなと。 こういうふうにしてどういうふうにしたらいいかというと引いた数と答えを足して元の数になっているかこれを確認したら確かめたら答えが合っているかチェックすることができるんです。